せーの、はい、どうもお茶の水井です。ブルです。コマです。はい、早速ね、後半の方ね、入っていきたいと思います。はい、前回ね、イルミナティカードの話まで終わったので、その続きですね。はい、カオルがまた出てきます。うん、で、名字の渚が死と社に分かれます。で、この2つの意味があって、死ぬものと使うもの、使いかなを表してて、カオルは要は始まりと終わりを表してんだよ。で、これが破壊と再生ってことですよね。つながるってことだね。そう、まあ、この辺でもエヴァのアニメの内容もね、うんうん、ちょっと関わってくるからね。で、その後にカオルの後ろにキューブっていうのが出てきて、カオル、ガンレ、ネレツ、ヌルチ、ニリジ、ナラチっていうのが出てきます。はい、これ 0.2 倍速にしたら多分見えてくると思います。うん、で、これ一文字ずつずらすと、終わり、おぼり、ヌルチ、ニリチ、ナラダ、トヨタってなります。うん、まあ、ここまでは多分みんなやったでしょう。カオル式のやつだね。そうそう、カオル式のやつで、これでやると文字が出てくるんだけど、終わりとトヨタしか読めないんだよね。それ以外読めない。うん、で、終わりトヨタ、トヨタが何か終わるんじゃないかっていう。で、これで意味分かんなかったんで、次にやったことがですね、渚カオルの三髄と物を取ると同じように、三髄を取ろうと思います。つまり、死、カタカナの死だ、死と、あと点々だね、濁点、うん、を取ったら、んれ、ねれ、ぬる、にり、ならち。で、これをまた一文字ずつ戻します。うんうん、そしたら、ぬる、ぬり、にり、なら、トヨタになって文字が出てきます。そう、ならっていうのが出てきて、なら、トヨタしかまだ読めないんだよね、ここは。うん、で、ならにトヨタができる。トヨタといえば愛知ですね。そうだね、愛知が一番。ここまでやった人は大体トヨタのコネクテッドシティ、富士山のね、そうそうそう、元にできるってやつね。関さんもなんか LINE ライブでちょっと軽く切れたし、ね、あ、まあ、以前ね、ナビエゲッティ、グネエル。またチャンネル登録減るよ。減らないで。これローマ字にすると、ボル、ヌル、ニリ、ナラ、トヨタ。うん、で、これを検索かけたところ、WOL が Wake on Run で、意味がですね、インターネットの電源を遠隔で投入する技術。そして次、ヌルですね。ヌルはアスキーコードでも使うんですけど、何も意味がない状態、空の状態を表してて、これは何もない場所ってことを表してるんじゃないかなっていう。そしてニリですね。このニリっていうのはユダヤ人スパイ支援ネットワークなんですよね。そして次、ナラ、何があるかなと思ったら、これ今年の3月26日に面白いニュース記事があって、奈良県にですね、 NTT ドコモが共同で AI を活用した地域包括ケアシステムの連携協定を結んだっていうニュースがあったんですけど、はい、まあ、どういうことかというと、うん、AI を活用した電話による支援システム、うんうん、そしてドコモ 5G を活用したケアシステムを奈良で一番最初に導入してんだよ。うん、じゃあ奈良はもう 5G を普及し始めてるってことですね。あと奈良県っていうのは高齢者が、うんうん、まあ、全体的にも多いけど、高齢、うんうん、者に向けたこの 5G らしい。最後にトヨタですね。で、トヨタは先ほど言った通りコネクテッドシティもありますし、はい、自動運転、うん、ちょっとねプラスアルファで話しちゃうんですけど、トヨタってもともと東京オリンピック始まる前に東京で 5G を使って無人タクシーを作ろうとしてたんだよ、うんうん、っていうそのニュースがあって、これはね、やりすぎで言った通り 5G は人間のためじゃないってのが確かです。だから奈良で一番最初にそういうトヨタの 5G を使ったものができるんじゃないかっていう。で、富士山の麓のあれ建設今休止ですよ。あ、ワンチャン中止になるかもしれない。じゃあなおさら奈良説は、そう、奈良説は高い、濃いかもね。か、あれがダミーだったり。あー、なるほど、なるほど。でもトヨタ社長 の最近の会見によると、車作りをもうやめて街作りをする、っていうインタビューをね受けてんだよね。はい、どうなるか。はい、まあ、ちょっと脱線したんですけど、ちょっと本題に戻ります。はい、54秒あたりですね、カーテンの単体のアップの写真があるんですよ。関さん抜かれてるからね。そう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 。だから完全にカーテンに焦点当たってるから、うん、
本当に意味あったっていう伏線ですよね。そうですね、詳しいのは前回の動画で。そうそう、はい、その後に一体いつから始まった、で三菱電機サイバーテロで1月28票の票が、赤くなってますね、表ってなってました。はい、これ調べますとですね、同社のネットワークが第三者による不正アクセスを受け、個人情報と企業秘密が外部に流出した可能性があることを確認したところ、2019年6月28日に同社内端末で不審な挙動を検知し、調査した結果第三者による不正アクセスを受けて外部データが送信されてたっていうニュースなんですけど、この2019年6月28日の表のニュースがありまして、それが G20 大阪で開かれた、はい、この裏でサイバーテロっていうのが起きてるんですよね。うん、でそのサイバーテロの次の画面で TIC2019-6月28日って書いてあるんだけど、はい、この TIC はすごい薄く書かれてて、このサイバーテロを起こしたのは誰かっていうと中国のサイバーテロ集団なんですよね。それが TIC。 それが TIC です。はい、で数十社の民間企業にアクセスし、国家機密で支持されてるんだよね。だから国が認めるサイバーテロ集団みたいな。でこれはロシアと北朝鮮とのつながりもあるっていうんですよね。まあ、この TIC の話ニュースが裏って書かれてますね。はい、はい、そして次ですね、22っていうのが出てきて、コンマ入って 2.2 という2月2日、これ護衛艦高波が中東へ派遣されたっていうことですよね。これまあ要は公開日からしたら未来の話なんだよ。うんうん、これ前回も言った通りで、関さんがね分かってる理由があって、それはパイプがあるからってことですよね。はい、でこの高波と式波は同じ型なので、式波は使って使ったんじゃないかっていうことです。そして次ですね、次はまた鏡開きが出てきます。はい、これ本当にちょっと言いたいんですけど、やりすぎの2013年のイスラエル編で、はい、この開くっていうのはもう解読されてんだよ。うんうん、これ今度僕ら今 DVD の考察してるんで、今度あげるんでぜひそっちも見ておいてください。じゃあ話戻すと、まあ、前回話した通り開くという中に鳥がありますね。はい、これは振動を表してて、人間が神格化することを指します。まあ、漢字の語源をたどったら、まあ、中国なんですけど、勘抜きを抜かなくてはいけないんですけど、うん、抜かないと神と交信できないんですよ。うん、この勘抜きを抜くことで鏡開きができて、人間はようやく神格化できるっていうことですね。はい、そして次ですね、裏の意味 Q って出てきます。はい、この Q が赤くなってて、まあ、日本人に向けた Q の裏の意味っていうことですよね。まあ、いよいよねここまで来たって感じで、ここが僕がね一番個人的にね推したいところなんですけど、気になったところかな。そう、この後にね、関さんが自分で答えを出すことって言ったんで、僕は自分で答えを出しました。その答えをね皆さんに紹介したいと思います。これはですね、エヴァが多用されてるじゃないですか。このエヴァっていうのは日本の作品じゃないですか。はい、でも内容は欧米じゃないですか。まあまあそうですね。つまりエヴァを通した日本人へのクイーンからのメッセージって受け取るんですよ。じゃあ、 あの Q はクイーンってことね。そうそう、でクイーンって何かっていうと女王だよね。そう、女王エリザベス、クイーンエリザベスを表してます。で動画の一番最後にエリザベスっていうのが映るんですけど、その前のイライザ、作戦名イライザもエリザベス女王に関わってんだよ。でまず説明しますね、ゆっくりと。はい、エリザベスっていうのを、ローマ字にするとイライザとベスに分かれるんですよ。つまりイライザが生まれる、人工知能の誕生を表してますね。はい、でもう一つ受け取れるのが、これ L っていうのは漢詩なんで、あくまでも読まない、あっちの国では。うん、そして、リザードっていう文字が隠れてて、リザードは何かっていうと、あのポケモンでも出てくるじゃん、うん、トカゲを表して、つまりトカゲの誕生、レプテリアンだよね。これな、僕も最初なんかレプテリアンってすげえ信じてなかったの。うんうんうん、マジで。はい、でもいよいよもう名前の語源にもあるし、なんかいよいよ表に出てきたのかなっていう、繋がってきちゃってるとね。そうそうそう、それが作戦名イライザ、つまり作戦名
エリザベスってことだよね。だからレプテリアンたちによる人類補完計画だよね。本当にさ、まあ、次は日食、金環日食が映ります、はい、黒い月を表してるんですよ。これは冒頭の満月、思い出してください。これの対比になってるんだよ。あ、ここで、そうそうそう。で、冒頭の満月は白い満月を表してて、カオルがいるじゃないですか。でエヴァのアニメ内ではカオルを含めたアダム系統の死者を白い月、そしてシンジ、アスカなどリリース系統の死者を黒い月と呼ぶんですよね、うんうん、で満月っていうのは満ちてるんで終わりなんですよ、うん、次に来るのは新月じゃないですか、欠けるだけだもんね、満月。そう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 、つまり新月は始まり、終わりと始めですよね。じゃあ何が始まるのか、人類補完計画ですよね。これはエヴァを深く掘り下げれば掘り下げるほど分かりやすくなるんですけど、今回はやっぱ話さないです、うん、あのまた別の動画でエヴァの考察、はい、をやりたいんで、その時に話したいと思います。あれも深いですからね。はい、そうですね。そしてその後、1分33秒あたりに黒い月の上にエリザベス女王が出てきます。で、僕がさっき言った通りエリザベス女王新月から始まる。で、そこら辺のさ、付近にさ、関さんが小さな声で全ての現象の裏にイギリスがいるって言ってるもんね。これは音量上げるとね、イヤホンで聞いた方がいいと思います。で、このエリザベス女王なんですけど、なぜか背景が赤いんですよ、うんうんうん、で、また気になったのが前回も赤くて、それが花札の坊主のカードにやっぱ似てるっていうか、わざとそうしてるとしか思えないと思うんですよ、ここまで来たらそう。で、これもう一回意味を紹介しますと、花札の坊主のカードには月が映ってて、意味は戦い、検討し、征服するっていう意味なんですよ。で、最後になりますね。最後に、エリザベス女王の目が光ってアスキーコードがこうやって出てきます。文字が左から534小なり24525セミコロンで、右の方が、312コロン023039ってなってます。で、これも2つマイナス2されてるんで、マイナス2をすると1スラッシュ08コンマ01コンマ17って出てきます。これが何かっていうとイギリス時間なんですよね、表記が、はい、で、これイギリス時間だと1月の7日17時17分で表してて、はい、うん、日本時間だと1月の8日1時17分で、この日に何があるか調べたところによりますと、まずアメリカはですね、イランへの経済制裁をしていました。そして日本はですね、日本のニュースは全部ね、あのゴーン被告の話だったんですよ、はい、あとは中国のテレビですね、中国の中央テレビだと原因不明の肺炎だとされていたものがコロナウイルスによるものだと放送を発表した、はい、っていうことですね。まあ他の YouTuber さんも言うには、この中国の発表、コロナウイルスの発表なんじゃないかって言ってて、でもこれイギリス時間にする必要なくないと思った。うーん、そうだね。だからイギリスのニュースをもともとめちゃくちゃ調べたんだよね、うんうん、でも出てこなかったから、何なんだろう、一番最初に感染したのがイギリス人なのかな、実は。でもニュースは全部出てこなかったんですけど、あの覚えてますかね、僕ら4月のやりすぎの考察をしたんですよ。はい、その時にウイルスの原因、ウイルスを作った人物がいて、その話をしましたよね、うん、その方が動いてたじゃないかっていうことですよね。ヒントはビル・ゲイツですビル・ブライト研究所。そして一番最後に映ってるおじさん、はい、これはジョン・D・ロックフェラー4世です。4世ですね。で、これは、単純に次回予告ですね、うん、次回のゴールドコードで、ウェストバージニアっていうのが出てきて、で、このジョン・D・ロックフェラー4世っていうのは1977年から1985年までウェストバージニア州の州知事を務めてて、現在はデイビッド・ロックフェラーが死後ロックフェラー家の家長を務めてるんだよね。じゃあ今のボス、そう、今のロックフェラーのボスは
ジョン・D・ロックフィラー4世、うん、長いからちょっと言いづらいね、本当にジョンだね。まあ以上となります。最後までね、はい、長い時間お付き合いいただき誠にありがとうございました。まあ最近ね、ちょっとチャンネル登録者もちょっとずつね、はい、見ていただいてね、これからもね、頑張っていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。じゃあ今からエヴァ見てくる。